ここが SBC フリューゲルの一番奥なのかな。他にプレイヤーは見当たらないし私たちが一番ってね。一番？すごい、最速攻略なんてやったわね。やりました、マスター。早くお母さんに会いに行きましょう。まだ油断は禁物だよ。ほら、奥をご覧よ。うわ、あれがラスボスっていうわけね。いいじゃない、やってやろうよ。待て、ラスボスの手前に設置してあるのはコンソールじゃないか。行ってみよう、何か情報があるかもしれない。ここにもエラーコードが。レイちゃん、通訳お願い。レイちゃん、どうして SBC フリューゲルの機関システムマザークラビーアに異常発生。オペレーションマニュアル 189A を実行せよ。 OS を再インストール後、システムを再起動することでマザークラビーアは初期化され、機能は回復する。初期化？まさか。なるほど、再インストールの方法はどうするんだい。イツキ、あなた自分が何を言っているか分かってるの？いいです、マスター。私はマスターのアファシスです。だからちゃんとここのコンソールから再インストールができます。ですが、そうしたらお母さんが消えちゃうのです。危険ですし、100% 成功するかは分かりませんが、お母さんに会えれば初期化せずに済むかもしれません。アンドロイドにはある程度のエラーは自分で修復できる機能があります。もちろん私にも備わっています。お母さんと物理的に接続できれば私の修復機能で直せるかもしれません。つまりあの奥にいるエネミーを倒せということか。あのエネミーは要するにラスボスだろ。かなりの強敵だろうね。今の僕たちじゃ絶対に無理だ。そして全滅してしまったら戻ってくるのに時間がかかる。その間に別のパーティーが OS を再インストールしてクリアしてしまう可能性もある。となれば僕なら確実にクリアする方法を取るけど、そもそもあのラスボスに挑むのは次回以降のシナリオというのが本来の攻略ルートなのだろうしね。正直に言うわ、せっかくここまでやってきたんだもの、絶対にクエストはクリアしたい。でもね、レイちゃんをお母さんにも会わせてあげたい。ごめん、私には決められないや。私はリーダーのあなたの決断に従うわ。それ以外は個人的心情につきノーコメントで。なんだそれは。まあいい、どうするんだ。マスター、わかりました、私も精一杯頑張ります。いきなり最終決戦か。まあでも俺たちならきっといけるさ。みんな HP は大丈夫？残弾や装備のチェックはしっかりね。やれやれ、まあこうなるとは思っていたさ。君が誰かを見捨てるなんて、そう、いい決断だと思うわ。全力を尽くしましょう。やるからには絶対勝つわよ。あんただって結構強くなったんだから、きっといけるわ。アスナ、ありがとうございます。よし、行くわよ。よし。
るよ。させてもらいます。ステータスだ。ブレイクよ、畳みかけてやるわ。クレハ、ありがとうございます。頑張ってるね。嬉しいのです。狙いましょう。危ない、避けて。危ない、避けて。
お願いします。いい感じだよ。ありがとうです。はぁ、あ、注意を。クリティカルです。アファシス、感謝を。いい感じだよ。食べました。入れなのです。アスナ、感謝を。弱ってるわよ。今がチャンス。クリティカルです。頑張ってるね。ありがとうです。クリティカルです。頑張ります。
からです。最高です。をしすぎましたか。何かしてくる気配です。もらいます。クレハ、助けます。何かしてくる気配です。いや、注意を。もう少し頑張りましょう。これなのです。いや、バッグ、助けます。それ、アスナ、感謝を。やるわね。もっとやれるわ。注意を。素晴らしいです。アスナ、助けます。グレネード投擲。弱ってるわよ。今がチャンス。少々手荒でした。任せてよ。レアアイテムですね。おめでとう。すごいじゃない。ありがとうです。行くわよ。しかも全く情報もなかったからな。正直なところ、よく倒せたと思う。普通なら何度か試しに戦って敵の特徴や戦闘パターンを確認しますもんね。でもレイちゃんのお母さんを確実に助けるにはこのチャンスは逃せなかったもの。ベストな選択だったと思うわ。そうだな。アバシスにとっても君にとってもこの戦いゲームではなかった。お母さん、今助けますから。これですね。どこにつなげばいいのかな。よし、接続完了です。これでお母さんの病気を治します。アフシス A29000、 私の可愛い子。お母さん、ただいま、ただいまです。ありがとう。あなたのおかげで私は正常になりました。 SBC フリューゲルの危機を救ってくださり感謝します。この船のメインコンソールにあなたと、そしてスコードルの名を刻み、永遠にその功績を残すとしましょう。万歳です。私のマスターが一番になりました。どうせなら私たちの名前も全部入れてくれればいいのに。まあ、一番頑張ったのはあんただからね。おめでとう。君は、あ、いや、ここは素直に祝っておくべきかな。クエストクリア、おめでとう。人の話を遮るなよ。私を助けてくださった皆さん、あなた方にはお礼を差し上げます。きっと今後の戦いに役立つでしょう。そして、アフシス A29000 のマスターであるあなたに、これからも私の愛しい子よろしく頼みます。マスター、ありがとうです。マスターのおかげでお母さんは元気になったのです。このお礼はいつか絶対100倍返ししますから。お疲れ様。
クエストクリアをみんなでお祝いしましょう。クリアおめでとう。いっぱい用意したからどんどん食べて飲んでね。みんなお祝いに駆けつけてきてるんだから、今日は寝落ちするまでパーティーよ。やっぱねえみんな飲み物は持った？よし、それじゃあ SBC フリューゲルの最終クエストクリアを祝って乾杯！乾杯！ファイト、あなたの最後の選択は正しかったと思うわ。おめでとう。長いクエストだったけどとうとうクリアできたね。ほんと鍵を集めるのも大変だったよね。でもみんなで頑張れたのは楽しかったな。そうそう、フィールドボスも強くって倒しがいがあったよね。またやりたいな。うんうん、まだまだ探索してないフィールドや地下遺跡もあるし、またみんなで行こうよ。もういつもサポートする側の身になってよ。強い敵や面白そうなものを見つけるとすぐに突っ走るんだから。わかってるって。おめでとう。お姉さんがいっぱい褒めてあげるよ。ほら、よしよし。よかったね。君たちと一緒に達成できたこと、僕絶対に忘れないよ。私も今日のことはしっかりメモリに記録しています。キリトやあなたたちと過ごす時間はとても楽しい。あ、お伝えすることがあります。セブンがおめでとうと言っていました。研究に余裕ができたら GGO に来たいそうです。本当？セブンも GGO で遊べるなら嬉しいな。あなたがいればこれからもきっといろんな楽しいことがあるよ。はい、私もそう思います。ねえねえ、報酬はどうだった？面白いスキルが手に入ったんでしょ？わあ、これでますます強くなりますね。おめでとうございます。面白いスキル？その情報はいくらで売るかい？おっと、商談の前におめでとうだな。今日はみんなたっぷり楽しんでいってね。おい、俺様も駆けつけてきてやったぜ。どうだ、嬉しいだろう。水くせえな。俺様とお前さんの仲じゃないか。それにしてもお前さんが一番にクリアするとは思わなかったぜ。初心者だったおめえさんが今じゃ GGO1 だもんな。いや、すげえと思うぜ。おめでとう。ああ、大したもんだ。ちょいと悔しいが、男なら潔く認めないといけねえ。私のマスターが一番なのです。街中クエストクリアの話で持ちきりだ。お前のランキング1位も有名じゃないぜ。ランキングだけじゃない、実力もトップだよ。
僕と手合わせしよう。レアスキルを見せてよ。それはいいな。ハイパーセンスをぜひお姉さんにも見せてくれ。ついでに詳しい特徴を教えてくれればなお嬉しいな。ダメだよ、スキルの情報を漏らしちゃう。GGO に一つしかないお宝なんだから大事にしないと。みんなから大絶賛じゃない。あんたもこれで名実ともにトッププレイヤー入りか。なんか先越されちゃったわね。すごい人たちね。みんな心から喜んでいるみたい。あなたって、私のマスターもあなたに引っかかりました。否定はしないけど、まさかソロを辞めてスコードロンに入るとは思わなかったわ。ちょっと尺だけど悪くはない気分よ。それに私一人ではあのクエストはきっと達成できなかったもの。俺も同感だな。ソロはソロで楽しいけど、こういう達成感は仲間がいてこそだと思う。アバシスもお母さんに会えたし、いっぱい報酬ももらえたし、今日は最高だな。マスター、お話ししてばかりですが食事はしていますか？何か食べ物を取ってきますよ。マスターが笑顔ならそれが一番です。でもさっき元気がない人を見かけました。ちょっと気になります。そういえば、いつでもどこでも空気を読まずにベラベラ喋る腹黒男がいないわね。さっき外に出て行ったんだけど、まだ戻ってないのかしら。外に何か用事が？もしかしたら少し気まずいのかもしれないわね。最後にあなたと真逆の判断をしていたから。あいつデリカシーはないくせにデリケートだから。気が向いたら声でもかけてあげて。今日はせっかくのお祝いなんだから。